中から駅の方入ってきましょう。よし、こっちからも行けるけど、エスカレーターに登った方がいいですからね。よし、カオスだな。やっぱ3連休の最終日ですからね、めちゃくちゃ人でも多いな。で、これで中でも横穴は住みが9点ですからね。これはこの前も使いましたもんね、便利ですよね。オフキックはあれですからね、ともすれば四日市からやったら名古屋まであれで出て、名古屋まで普通に出て、あいのともぐらいですからね。おっと危ねえ。IC でタッチしてもらうとこやった。あ、危ない危ない。てかこれぐらいですかね。まあでも結局2620円やから、これが一番お得ではありますよね。うん。でかな、こっち来たらな。あ、ちなみに青空フリーパスやと変更券は使えないですね、新幹線の。ああすごいな、いっぱいだ。やっぱでもこっち来たらすごいよ、買った感じかな。さ、いつものつぶやさんだけじゃなくて、今日はねちょっとこっちの方に寄ってみましたよ。なんかいろいろ地元のお土産品が売ってるみたいで、でなんか豊橋は聞いたことなかったピレーネっていうのが有名らしいってことで買ってみました。なんか3種類あったんでね、なんだっけ、普通のバニラと、バニラと、なんだったっけな、名古屋方面じゃねえ、新、お、こっちだな、5番乗り場ね、あれか、バニラと、マロンと、モンブランがあったんですよ。いや、待てと。マロンとモンブランってくじっちゃうんかいと、逆に気になったんで両方買ってしまいました。値段が100円ぐらいモンブランの方買ったんでね、それからどう違うのかちょっと気になるんでね。ピレーネっていう、三重に来たらね当然ピレーネになるところでなんですけどね、みんな大好き島スペイン村ピレーネですよ。